パパさん。何今から YouTube の動画撮るの？でもビアンカ人で撮るもんで後にしてもらえると助かるんだけれども、それで張り切ってどうぞ。おいで、これティラノザウルスちゃんがこれま舌を覗き込んでなんかを見とります。この見とる先に何があるかっていうと、なんと子犬ちゃんたちが寝ております。なんであんなとこにティラノザウルスのぬいぐるみが置いとるのか、これも謎。これゆかちゃんがやったんだけども、なんであんなとこ置いとるのって、こういうことを言うとご機嫌を損ねる可能性があるので、これ触れたらいかんことになっております。だから皆さんもそのことに関しては触れないでください。ほいで、子犬ちゃんたちさっきまで寝とったけども、動画回し出したら起き出した。ほいでもこれ大人たち、まあこれペコリとイズちゃんだわ。これまあ眠たいもんね。これも寝とる。そんな YouTube なんかも知らんよって、そんなもん関係ないよって顔して寝とる。まあこれイズちゃん、イズちゃんま寝とる。ほいでこれがビアンカ人のお母さんのこれホクちゃん、ホクちゃんもまあ気持ちよさそうに寝とる。ほいだけども子犬ちゃんたち出動です。子犬ちゃんたちが暴れ出せば、イズちゃんはちゃんと来てくれる。イズちゃんは子犬ちゃんと遊ぶの大好きだもんだから、まあこうやってまあ張り切っちゃっても楽しそうに遊んでおります。まあタルタルおっぱいで、まあタルタルおっぱいで、まあイズちゃんがこれ頑張った証、まああなたはまあお母さんだね、本当に偉い。これ子犬ちゃん家の中をところ狭しとあっち行ったりこっち行ったり冒険をしています。子犬ちゃんたち少しずつ少しずつ行動範囲が広くなって、いろんなものを見たり触れたりして経験値を上げてレベルアップを図っておいる、こういう感じです。ほいだけどもあんまり動き回ると動画が撮れんもんで、お願いします。ということでこれバル君を呼んで、ビアンカ人バル君と遊ぼうかなと思ったのに、これイズちゃんが間に割って入っちゃって、これビアンカ人遊んであげようかなと思ったのに、まあ、イズちゃんがまあ間に入っちゃって、これ隠しちゃったバル君は、まあ、バル君が取られると思った見た、イズちゃん。まあ、この子はまあ、ビアンカに遊ぶって言ったのに。これ、モニカちゃんも混じって、みんなママが大好きなもんで、ママについて遊んどる。ほいだけど、これ、モニカちゃんは沼ソファーでこれ一人で盛り上がっております。彼女なりの何らかのテーマがあると思うよ。これ、カブちゃんとバルくん。ほな、これ、モニカちゃん。一人で盛り上がっとったら、これ、イズちゃんが聞いてくれた。ママが聞いてくれたもんで、まあ、モニカちゃんもちょっと嬉しそう。まあ、盛り上がっとりますわ。まあ、これ、いつものプロレス。イズちゃんの、これ、英才教育。これはまず、イズちゃんは、こういうのを通して、いろんなことを、教えてくれようとしてるみたい。これ今人間で言うとこれまあ塾に行くみたいなもんかもしれん。多分ちょっと違うと思うけど。でも何らかのことを学んどる。まあこれはほとんどの哺乳類の動物に見られる、これまあ社会的のこのお母さんが子供に教える教育です。これカブちゃんはこれホクちゃんだわ。ホクちゃんにホクちゃん遊ぼう、ホクちゃん遊ぼうってこうやって言っとる。それでいいよホクちゃんが遊んであげるよって、ホクちゃんが遊んであげるよって言っとるのに、これイズちゃん。
自分と遊んでほしいみたい。モニカちゃん、まあいたずらも最近覚えてきたよ。まあ可愛いいたずらばっかだもんで、ビアンカちゃんこんな見とるとまあニヤニヤしちゃう。これでこれ何やっとるかっていうと、なんとゆかちゃんが椅子に座って何かを食べ始めたもんで、まあ呼ばれてもいないのに今これ大集合しております。まあしかしたらビアンカちんたちもなんだかお裾分けあるんじゃないのっていうことで、別にお値段にしとるわけじゃないけど、もしかしたらもらえるかもしれんもんで、こうやって念のために見張っております。万一くれる気があるんだったらもらうよっていう、こういう顔をして見ております。まあこれ真剣、ビアンカ人たち唯一これ真剣になる瞬間。結局ちょっとお裾分けがもらえることになりました。これは砂糖が入ってないヨーグルトだもんで、ビアンカ人たちも食べてもいいんだって。あ、でこれまあちょこっと なんだけども、まあこうやってもらうのが大好きなの、大好きなの。ほいでこれ最後はビアンカ人の華麗なジャンプでお別れしたいと思います。イズちゃんとダブルジャンプ。